発見下町伝説。皆さんこんばんは。こんばんは。今日も、世界の村岡君とお送りしたいと。全然世界じゃない。あの本当は今日はね、そうですね、ゲストが来る予定だったんですけど、はい、残業っていう。残業。俺たち残業とかあっても来るけどね。そう、残業を切り上げて、うん。残業関係なくこれはやんなきゃいけないからね。俺はなんか仕事辞めてきますから、ね。無茶ぶりで。無茶苦茶です。そうだよね。はい、いやでもなんか今日はちょっと雨が降ってて久しぶりにね、本降りっていうか、うん、いや今日来る時はい、半蔵門線の、東武線直通運転を中止してますって、ね、なんかありましたよね、うん、なんかあれなのかな、向こうの何あっちの北の方はすごい雨なのかね、なんかで、うん、はい、でその俺それ今日さ恥ずかしいことで初めて分かったんだけど、はい、東武線直通運転をやってないっていうのをね、はい、押し上げで止まるってことじゃない、はいはいはい、俺押し上げからまた別の電車が行くのかと思ったら、あ、行かないですね、行かないのね、行かない、うん、そう押し上げ始発ですから、ね、そうなのね、そうそうそう、だから結局東武線乗り換えるためにはスカイツリー駅まで行かなきゃいけないよね、あ、そっか、うん、めんどくさい、あっちはだから浅草に向かってるところの駅じゃん、はいはい、俺同じ駅だって思って勘違いしてて、あ、考えてみたら東武線の駅が2つあって、はい、で京成の駅があるんだよね、はいはい、そうだよね、でなんかねそのコメントがすごくて、東武線にお乗り換えの方は上り線に乗り換えて、はい、大手町まで行って千代田線で北千住に出るか、なんだっけ、もう一個は水天宮まで行って、はい、日比谷線で出ろ、北千住に、北千住、はい、そんな遠回りするんだったらスカイツリー駅行くだろうとか思ったんだけど、そうですね、うん、なんかそっちも止まってたのかもしれないね、あ、まあ、すいません、なんかどうでもいい話なんですけどいやでもね、直通運転ってさ電車が混むから嫌いなんだよね、あ、そうですよね、うん、はい、きっちりこう区間の中で完結してほしいんだけどさ、そういう意味で行くと唯一銀座線はそうなんだよね、あ、どうともなんだけど、まあ、そんなことどうでもいいですけどじゃあ今日も村岡さんとお送りしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。それでは CM です。はい、発見下町伝説、はい、ということで、はいはい、9月になりましたね。そうですね、もう早いです ね、はい、ね、あと9、10、11、12、4ヶ月で終わりですよ9月っていうのはもう秋って言っていいんですか。いいんですかね。でも明日は寒いみたいですよ。あ、寒いの。25度ぐらい最高が、だからちょっと涼しくなってくるみたいです。あ、そうなんだ、はい、このまま涼しくなるんですかね。どうなんですか、また台風が下の方に、ね、来てる、来てますよね。なんかでっけえらしいですよ、マジで。なんかもう何回今世紀最大みたいな、やめてほしいよね。平成最後はもうすごいこと、うん、あ、そうなんだ、災害がね、え、ね、本当だよね。北海道が、うん、はい、あれもさ台風直撃とか言ってたら地震だったりしてね、 あれみたいな、そっちかみたいな、はい、うん、でも怖いよね。だってさ今回関西もやられたし、はい、結構、ね、やられてんじゃん。そうですね、なぜか関東の東京だけが来てないってさ、怖いですね。あと静岡のあたりとか、ね、怖いよねこれ。あ、なんか今日なんか、うん、どこだっけ、ニュージーランドの方かなんかやったらしいんで、うん、あ、そうなの。前に東日本の前にニュージーランドがあったから、おお、なんかいろいろこう動いてるかもしれないですね。わかんないですけどね。あ、でもやばいよね、はい、絶対そろそろ来るよね。いや来ますよ、ね、怖いっすよ。でもなんか誰か言ってたけど東京オリンピックまでは来ないって言ってたけどね、はい、あ、人工地震なんですかね分かんないけどそんなことが本当に起きたらすごいよね。いやー分かんないです。だって、うん、あと10分ぐらいしたら来るかもしれない。いや、そうだよね、本当分かんないよね。もしかしたら100年後かもしれないし、うん、それはもうさすがに。そうだよね、はい、でも本当にさオリンピックやってる最中に来たらどうすんだろうね。あ、確かにパニックだよね絶対、はい、だってすごい人たちが来てるんですよいっぱい、はい、もうなんかやばいよね。あとオリンピックとかって、
今年みたいに台風とかいっぱい来たらできなくないですか、うん、できないよねって俺思ったんですけど、うん、あと暑かったらね、うん、できないできない、マラソンとかだと大変ですよ ね、うん、ね、ちょっと時期ずらして、ね、5月とか4月ぐらいに多分やった方が、そうだよね、関係ないんですけど俺はそのこと言える立場じゃないけどってふと思いましたね。基本的にさ外でやるものってマラソンと、はい、マラソン、あと何があるの、陸上系は全部、全部そうか、外ですよね。あ、そうか、あとは例えば野球とか、うん、ソフトボールとかサッカーとかああいうのは全部外でやりますよね。あ、まあ水泳とか中の競技外が多いんじゃないですか、そっか、いろいろとやる、まあそうだよね、野球とか東京ドームでやるんだよねきっと。まあそうですね、ドームがあれば、うん、中心なんだし、うん、ただ今回みたいに台風が多かったらね、雨、うん、っていうかそういう、ね、まあそうね、大変ですよね、うん、地下鉄とかね水浸しになったり、ね、ね、するもんね、はい、そうか、はい、でも東京ドームオリンピックって8月だよね、8月だと思う、その時って何、プロ野球はどうしてんの、やってんの、休むんですかねそれか前みたいになんかこう派遣されていくから、あ、前はやってましたよ、続いて、あ、そうなんだ、はい、このなんか選手こう借りて、うーん、でその時に多分落合とかが中日だった時に、うん、いや俺はあの行かせられないみたいなこと言って中日の選手は行ってなかったです。あ、そうなの、断った。おお、すごいな落合、うん、へえ、そうなんだ。でも大変だよね、もう再来年でしょ、だってそうですね、17年でしょ、そうですね、そうだよね、3年どうすんだろう、どうするんですかね、うん、なんかねこの間新聞でしたけど、はい、あのオリンピックって割となんか8時とか9時とかからもう始まるんだって、はい、競技が。でそうするとその通勤客とマジでガチなんだって。でそうするとね通常の倍ぐらいなんだって。へ会社行けねえじゃねえかみたいなさ。確かに、うん、もうそうなったらもう本当にあれだよね、会社の始業時間めちゃ遅くするか早くするかしてくれないと無理だよね。盛り上がるかどうかもちょっと分かんないし、そうね、来年で平成は終わるじゃないですか、終わるか、いろいろと変わっていくことの方が多いのかもしれないですね、まあね、はい、なんかでもあのほら、まあ、マラソンとかはさ沿道で見るとかいいけど、なんか人気のあるのってなんだろうね、やっぱ水泳か、ああそうですね、水泳とか陸上も人気あるじゃないですか、あの見れるじゃないですか、いろいろやってるのが、うん、なんか幅跳びだとか、ね、なんかいろいろ、うん、大高跳びとかなんか、なんかこうねトーナメントだと決勝に行けば行くほどこうチケットがあるかもしれないけど、はい、そんなに困らないとこもあんだよねきっとね、あ、まあ、マイナーなやつとかさ、うん、なんかそういうのはちょっと行きたいけどな、カヌーとか、あー、なんかボートとかは、ボートとか、ね、あその辺なんか僕ん家のところでも練習してました、うん、荒川で、あ、やってますよね、うん、なんかそういうのが 見たいよね、なんかね、うん、あれでもね両国はあれなんだっけ、ボクシングだっけ、あそうなんですか、うん、確か国技館でですか、そうそうそうって言ってたけどね、うん、なんかもうその ID 登録とかもう始めてってんでしょ、そのチケットとか、うん、高いのかねやっぱりチケットどうなんだろう、どうなんですかね、オリンピック見たことあるけどね、そうですね、もうああいうさ生のスポーツ実はあんま見たことないのよ、あのプロ野球あるよもちろん、あ野球とかサッカー、はい、だから例えばさ何ワールドカップバレーとかさ、 ああいうの俺見たことないんじゃないの、あ、うん、生でですよね、うん、俺も見たことないな、なんたら体育館とか行ってさ、いやな俺もないっすね、ないよね、ボクシングはありますけど、あそう後楽園ホール行って面白い、お結構面白いっすよ、やっぱ面白いんだ、はい、なんかこう武道館とかもそうじゃん、こうさこんなあるのにさ柔道やってんの こんなじゃん確かに、そんなとこから見て面白いのかとか思うけどね、うん、なんかすごいよねあの武道館ってさ、もともと武道でしょ、そうですね、あんなさ2階のさ僕から見えないよね、そうですね、うん、ビートルズがやって、ね、僕たちはああいうもんじゃない、ビートルズとか見るもんだと思ってるけど、そうですね、逆ですからねもともとは反対されてた側ですからねそうだよね、武道ですからね、武道館ですからね、うん、そうそう、いやでもそうだよな、まあ僕らは別にオリンピックが来ようと来まいとあまり関係はないけどねまあそうっすね、まあ見ますけどね、いや もちろん、はい、まあだからあのリアルタイムだからなんていうの、昼間に見ることになるわけじゃん、そうですね、見れる
確率がもう ね、うん、そうだよね、夜からやったりとかすれば、うん、なんか時間差がないんで、そうだよね、今年のワールドカップみたいになんか起きてなきゃいけないっていうこともないと、そうそうそう、ないし、ね、見れますもんね。オリンピックって何どのぐらいあるの？1ヶ月ぐらいあるの？もっと短い？いや1ヶ月ぐらいじゃない？やってんの？やってますね。そうか、なんかオリンピックの時はもう会社休みにしてほしいけどな。まあそうですよね。なかなかっていうか、そのやることもないですからね、うん、その日本でっていうのも。でしょ？前まではもう40年ぐらい前ですもん、東京オリンピック。そうだよね。以来ですもんね。うん、あとはあの冬長野、あ、長野、長野でやったぐらいですもんね。船木、うん、そう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 。船木ね。はい。俺あの時見てたんだよな。長野オリンピックの船木はさ、あれ98年だよね、はい、僕ねその前のオリンピック見てるんでテレビで、あれも北海道だったと思うんだけど、笠谷っていう、70メートル級のジャンパーが確かね金メダル取ったんじゃなかったかな、もう見てたんでね、うん、だからあれ以来だからさ、その船木が飛んで、原田が飛んでる、はい、原田、はい、そう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 、あ、そうだよね。長野もやったよね。そう、長野が90。あ、そうだ。長野がそれか。そう、98だった。あ、そうか、98かな。うん、確か。あ、そうか、それは長野だね。はい、そうだそうだ。長野もね。札幌とかってやったんですかね。そうそうそう。やりましたよね。うん、札幌オリンピック。はい、でもそのジャンプぐらいしかなかったかな。はい、あとあれだ、あのね、氷の妖精ジャネット・リンっていうのがいて。はい、何人だか知らないんだけどすんごい可愛かったのよ。でそれがオリンピックでも一躍有名になって、それでカルピスかなんかのコマーシャルに出てたんで、俺カルピス子供劇場とかさ、あの土曜日だか日曜日かやってたのを見てたからさ、はい、そこジャネット・リンが出てくると、うちの親父が可愛いなって声を言ってたのを覚えてるんだけどさ、すいませんジェネレーションギャップで。カルピス子供劇場とか知らない？いや、わかんない、わかんないか、カルピスじゃない子供劇場かもしれない、ね、提供が。なるほどな。そう、だいたいだから日曜日のね7時半とかからだった気がするんだよな。じゃあ多分違いますね、そのカルピスじゃない子供のやつですね、うん、そうか、はい、まあ、アルプスの少女ハイジ、はい、あの時間帯だからさ、フランダースね、そう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 、はい、まあそんな話になってしまいまして、はい、はい、あの一旦前半はこの辺でいいですかね。はい、じゃあちょっと CM いきます。はい、発見下町伝説、はい、はい、ということでですね、はい、最近飲みに行った？どっか、え、飲みに行った？飲みにですか、うん、いや行ってね、行ってね、今いつも通りのところには行ってますけど。この間ね新小岩飲みに行ったですよ、はい、ああ言ってましたね、うん、はい、いいね新小岩もね、あ、南口のすごいでっかいアーケードあるじゃん、はいはいはい、あれをさ一本こうずれるとさ、はい、あの昔の飲み屋がちょろちょろっとあってさ、なかなかいい、伊勢本もありますね確か、あ、そう、うん、あの どっち側っていうんだ、開けてる方かの、うん、通りがあるじゃないですか、うん、何ロードか忘れましたけど、その左側に行くと小道路が走ってるんですよ、うんうん、要は蔵前と京葉をつないで、そこに少しこう歩くと、うん、あるんですよ、あの、いわ江戸川区役所側に歩いていくと近いですよ、あ、そうなんだ、はい、なかなかあの辺もいいね、まあそうっすなんかね。いやもともとさ新小岩ってぐらいだから、はい、小岩の方が古いんじゃないかと、ああそうっすね、新しい小岩ですね、そう、でも新小岩のあたりのあの辺もなんか昔赤線だったんだって、なんかあで結構いい飲み屋あるんだよね、治安悪いですけどね、あそう新小岩、小岩はマジであんまり、あんまり、まあ、平井も良くないですけど。亀戸はそんな治安も悪くないけどね、はい、うん、次回は立ち飲みとかも多分あるはずなんだよ、あでも裏の方行くとな、うん、ちょっと怖いかな、あそう、小岩も怖いですけどね、あそう裏はそう、なんか僕が行ったお店はなんか焼き鳥屋さんで、はい、すごいなんかおかみさんがさすごいなんかえばってるっていうか、で息子がなんかとなんか喧嘩しながら違うとかっ言ってすごいなんか、でなんか勝手に座ろうとするとすごい怒られたりして、結構厳しかったっす、はい、美味しかったんですか、美味しかった美味しかった、うん、なんだろう結構ね串がでかいのよこう一個一個が、 あれはでも好き嫌いあるね、俺でかいのあんま好きじゃないんだけど、どっちかというとちっちゃい方が好きだけどさ、
焼き鳥というよりかはね、あの何もつだったね。ああ、もつ、はいはい、うん、焼き鳥か。そうそうそう、はい。じゃあ最近あんまり行ってないの？行ってないっすね。行ってないっていうか、そうっすね、うん、行ってないっすね行ってるか、いや行ってないっすね。うん、最近あんまり行ってないよね。だって家とかで飲んでる方が多いかもしれないラーメン屋とかも最近行ってないじゃん、あんまり。ラーメン屋も行ってないっすね。もう家で食べる方が多いかもしれないっすね完全に家派になってる。そうそう、あ、作って食べて、まあでも自分で作ってね、はい、食べるんだったら。そうっすね、食べたいもん作れるしね。土曜日ぐらいかな、でも。あ、先週はない、なんかもう覚えてないっすね最近何作って食べたの？最近ですか？茶飯です。ああ、茶飯ね。そう、昨日も作って、今日昼食って夜も食ってました。あれは何、そのどうやって作るの？普通にあのだしの素を入れて、うん、パックあるじゃないですか、うん、入れて醤油入れて酒とみりん入れて、うん、あとちょっとにんべんのつゆ入れて、それで終わりです。あと昆布入れて炊くと終わりです。うまそうだね。はい、それだけでもいける？もうそれだけです。ただね、ちょっとね、昨日のやつ濃かったんですね難しいんですよ。あ、そう1回で何合炊くの？3合炊きます。ああ、3合ぐらい。はい、1合とかだと多分無理だよね。そうだとね、なんかもったいないですね。あの出汁が結構高い。高いじゃないですか、うん、だからもう3合ぐらい炊いちゃいます。うーん、でもうまそうだね。はい、まあでもちょっと水が多いからちょっとペチャってるから、水少なめにすると美味しいっすね。うん、なんかちょっとパサってる方が美味しいじゃないですか。べちゃってるよりも。もちろんもちろん、はい、あの焼きおにぎりもそうだもんね。はい、それと、うん、なんかカップラーメン食ってればとりあえず大丈夫みたいな最近何、あの野菜は食わないんですか？野菜は、野菜はきゅうりだけ食べてますねきゅうり高いですよね、きゅうりね。そうそう、はい、そうだよね。今年はでもゴーヤが結構たくさんできたから。ああ、ねえ、はい、あ、作りましたよ、お家で。ゴーヤチャンプル。ああ、はい、美味しいでしょ？美味しいっすね。うん、苦さがたまんないんだよね。はい、苦いっすけどね、うん、まあ、すげえ苦かったっすけどね本当、はい、すげえ苦かったそうか、はい、いやー、そうだよね。でもまあ秋、そろそろ秋になってくると、はい、いろんなこう食べ物も、食べ物がそうですね、栗とか、うん、そうだよね。サンマが今年はなんか安いって言ってましたね、うん、サンマうまいよ今年、はい、うん、でもなんか北海道が、うん、ああいう風になんかこう地震になっちゃって、サンマがちょっともしかすると今回言ってましたけど。マジで、はい、うん、もう最近あの千人鳥でサンマ、はい、もう食いましたけど、あ、めちゃくちゃうまいですよ。あ、いいっすね、うん、はい、あの僕焼きサンマはあのお腹側が好きなんで。あ、腹わた系ですね、でうちの相方が背中を食うと。あ、さすがっすね。そうね、はい、あとなんだろうね、秋って言ったら。秋何があるかな。でもスポーツの秋とか。ああ。でもしないよね、スポーツって言われても。そうっすね何もしないっすね野球は見るぐらいですけどね俺は、うん、はい、でちっちゃい頃とか遊びで野球とかやった？やってましたよ、野球とかサッカーとかやってました、うん、あのサッカーはなんか習ってました。あ、そうなんだ、はい、へえ、そうか。あんまりね、大人になったらやんないっすよね。やんないか、体も動かねえしそうだよね、はい、ちょうどねこの間のあの台風だった日かな、はい、あのうちの会社であの運動会っていうのあるんですよ、へー、もうそれは役員から何か全員出るって言って、で俺は一応玉入れにエントリーしてたんだけどなんか台風でなくなっちゃって、でも結構面白いよ。なんかねこう対抗戦でやるからさ。どこでやるんですか？あのねいつもはあそこの代々木の体育館。あ、うん、であそこ今ダメじゃん、はい、で何だっけ駒沢、あああっちまで行くんだすごいなとか思ってたら中止になったんだけどさ。亀戸中央公園なんてそこでやればいいじゃないですか。そうだよね、スポーツセンターみたいな確かに、あそこダメか、あそこプールでもありますよね。ああ、あれ錦糸町のあの錦糸公園のあそこのセンターでもいいです。ああ、でも昔さ、あそこのなんだっけ、サルエオン市公園の向こう側にさ、はい、あの広いグラウンドがあったの分かる、なんとなく。今確かないんじゃないかな、あそこ。あるか、まだ野球場っぽいとこ。
あそこでさ昔よくあのいろんな会社が体育会あの運動会やってたんだよね昔。でもあれ外でやるの結構大変だよね。そうっすね、うん、体育館の中ならまだいいけどさ。そう運動会ってでも秋やってましたね、うん、俺でも中学とか小学校の時はなんか5月ぐらいにやってましたよ。あ春なの。そう春にやってました。確か。あそうなんだ。まあそうね、はい、なんか理由があるのかね。なんだろう、なんかあるんじゃないですかね。うーんそっか。運動会でも今組体操とかやんないですもんね。まあなんかねやってましたもん。やってた、俺一番上ですもんちっちゃいから本当落ちて落ちて怪我しそうになりました。怖いよね。でもやれって言うからそうだよね。今だったらもうそんなの危なくてね、何のためにやってるかよく俺もよく分かんないですもんね。そうだよねとりあえず上がるみたいな。よくこの肩の上で乗るやつしてますもんね、うんうん、トーテンポールみたいなやつ、ね、ででであんなのみんなよくやりましたよね。そうだよね何の意味あるんだろうと。いやーあれはよく分からんね。ことそうなんかこういう風にやったりとか、うん、あとこう扇とか。あ扇とかさピラミッドが俺一番上だったんですよ、うん、でも上だからこう上がっていけばいいじゃないですか、うん、下のやつもこうわーって早く、そうだよね、もう俺に対してパセですよ早く上がれやとってもうね下の人大変ですもんね。そうだよね。そうだよ、ね、だってか上がれねえよみたいな。本当あれ意味分かんなかったな組体操って。でそれが中学とかなんと今度は棒倒しとかさ、あこの特組合系になっててさありますね。でさこうなんていうのフェアにやってるつもりでボコボコにされてたりさ、そう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 下でやってるいたよねそういうやつ。いや言いますよ。やったよ。でそれ見つかって先生にボコボコされてそこのボコボコにしたやつがボコボコにされてるよね。見つけられてるなるね、はい、それ下手くそだよね。目立たないようにこうボコってやるのはさ、こうたまたま小先生の視界に入ってそいつ引きずり出されてボコボコになるなるほど。いや、 やっぱりね僕らも運動しなきゃいけないですな。そうですね、はい、皆さんはどんな秋をお過ごしでしょうかということで、はい、コマーシャルです、はい、発見人文字伝説。ということで、ということで、はい、ちょっと今日は秋の気配という感じでしたけど、ね、下はすごい盛り上がってますね。こと反比例して、ね、あの足の下がこうどんどん来てるもんね。そうですね、すごいグルーヴですね、うん。このテンションを受けながら僕らこうまったり喋るっていう、そうですね、非常に何ならもうあっちに合流したいぐらい。そうですね、こう持ってって、ね、同時中継。僕らのラジオはああいう盛り上がりないからな。いやでも逆にあのテンションだったら怖くないですか左。まあね、確かにそうだよね。まあでももう今日が9月でしょ。あと今年はもう3回で終わりですよ。はい、そう10月早いですね。早いですね。ね、本当に、はい、まあでもこっからがさ9月10月11月の頭ぐらいがさ、はい、暑くもなく寒くもなくさ、はい、いい感じじゃない。そうですね。ね、なんかそういう時ってなんかなんだろうね、なんかちょっと妙に外出したくなる。あ、うん、なんだろう、温泉とか最近そういう行ってないんだよね。あ、うん、もう全然行ってないですね。もう10年は行ってないんじゃないかな。なんかこうあるじゃないですか、箱根とかなんかこう、はいはい、紅葉を見ながらさ、はい、露天風呂とかさ行ってみたいけど混んでんだろうね。そう、昔ねうちに、はい、あの露天風呂を作りたいっていう夢があって、でうちで作りたいなと思ったんだけど、はい、周りマンションだらけだから丸見えっていう、ね、そうですね見るはずが見られるみたいな。で皆さんどっかお出かけ、ね、はい、されるところがあるんでしょうかね、はい、あのもし秋の行楽のレポートがありましたら
絶対ないです。ぜひ絶対ないです。メッセージを送っていただきたいなと思っております。はい、はいはい、じゃあ次回も10月の第2月曜日で、はい、ということでお会いしましょう。はい、それではさよなら。さよなら。